えらっと。はい、どうも料理のお兄さん、リュウジです。はい、ということでですね、僕ロレスが回ってるのでまだ酔っ払ってないんですけども、僕がシラフということはどういうことかというと、皆さんもうお分かりですね。自己シリーズ今日はやっていきたいと思います。今回はですね、今の時期にもう超ぴったり、至高の冷やし中華ですね。みんな大好きですね、これね。で、今回至高シリーズですので、ちょっとだけ趣向を凝らしてですねやっていきたいと思うんですけども、タレを手作りします。具材もちゃんと切っていきます。なのでですね、今回はちゃんとしてます。今日はまるでお店で出てくるような大変美味しい冷やし中華を作っていきます。リュウジのバズレシピ。はい、ということでですね、材料説明いきます。まずですね、麺なんですけども、生麺を使用します。こんな感じ、あんま太くなくていいです。中太ぐらいかな、縮れ麺がいいと思います。で、あと、卵、エッグを一つです。きゅうりなんですけども、まあ、3分の1本ぐらい、今回ねちょっと太めなんでいくら使うか分かんないですけど、まあこれきゅうりは3分の1本ぐらい、ロースハムは4枚入りのを、まあ、適当に使います。あとニンニク、生姜、これ生のものを用意して、ください。できれば、まあ、チューブだとちょっと香り落ちるかなって感じなんですけども、まあ1かけ分ぐらい、 5g ずつぐらいですね。はい、他はね調味料、醤油とか使うんですけども、家には置いてあるもんばっかなので、今回は練りごま、ごまだれから手作りしていくので、こういう練りごまを買ってください。あのスーパーに必ず売ってるはずなので、これを買ってきてください。ということで、今回はこちらの材料でやってきてもらいます。なんでロレツ回ってないの、飲んでないの。はい、じゃあやっていきたいと思います。至高のシリーズをやっていくように一番大切なこと、皆さんなんだか、お分かりでしょうか。まあもうね、皆さんもう分かっていると思います。至高シリーズをやっていく、至高の冷やし中華ね、冷やし中華を作っていくに大切な下ごしらえがあります。まず、冷やしリュウジを作っていきます。はい、必要な材料はねこちらですね、1番です。はい、これキンキンに冷えたものを用意してください。まずこうプシュッとねプシュッと上げていきます。そして、キンキンに冷えた、こちらの調味料を、僕に注いでいきます。はい、冷やし中華の出来上がり。もうやっていいかな、とりあえず。はい、やっていきましょう。まずですね、タレ作っていきましょうか。まあ、今回はね2種のタレです。まず、醤油タレ、作っていきます。お醤油が、20cc なので大さじ1と小さじ1ですね。はい、小さじ4杯分ですね。お酢です。はい、お酢も同量ですね。20cc 入れていきます。はーい、お水ですね。お水ね大さじ2が 30cc ですね。はい、大さじ2ですね。はい、結構できますね、これね。2人分ぐらいあるかもね。砂糖が 10g って書いてあるんだ。昔のあれ、グラム計算だったの。もうどれぐらいかな、大さじ1ぐらいかな。あ、そうです、大さじ1ですね、これね。はい、砂糖は大さじ1です。ラー油を、まあ、少々、ちょっとね、辛みのあるタレにします。はい、ラー油少々、これ絶対入れてください。はい、旨味調味料、味の素ですね。3、4振りぐらいですね。で、これでよく混ぜておきます。これすごく美味しいです。あの冷やしたお蕎麦とかにかけてあえてもらっても構いません。すごくね美味しいね、冷やし中華のタレなので、もちろんねこれだけでも美味しいんですよ。今回至高の冷やし中華になりますので、2種のタレの冷やし中華ですね。ごまだれとこの醤油だれでやっていきます。ほっ超冷やし中華のタレで、これごまだれですね。お砂糖がまあ、大さじ1ですね。お酢が大さじ1です。お醤油、これが 20cc、 大さじ1と小さじ1ですね。ごま油、これが大さじ1と小さじ1。これね多分ね結構できます。すいません、ちょっとね昔のレシピなので、これで、ね、多分ね2人分は余裕でいけると思います。練りごまです。練りごま大さじ2入れていきます。このタレです。おろしニンニクとおろし生姜ちょっと加えていきます。どれぐらいかな、まあ、少し、5g から 4g ぐらいですね。いや 3g ぐらいでいいな、ね、ほんの少しで大丈夫です。3分の1かけぐらいかな、これぐらいですね。
で、こいつを混ぜていきます。よく混ぜていくと本当に美味しいね、ごまだれが完成するんですね。うまっ。ごまは結構強めのごまだれになってますので、もちろんね、これだけで食べていただいてもいいんですけども、今回はね、できれば、この醤油だれとごまだれ両方かけていただくと、あの本当にお店の味になりますんで、これこの2つ手作りで用意していただくと非常に美味しい、冷やし中華、本当にお店で食べるような中華冷やしが食べれます。うん、これね、冷やしといてください。これね、具材を切っていきましょう。よいしょ。まずですね、きゅうり。きゅうりはね、斜め切りにしてって、でですね、これはじゃあ、きゅうりの千切りなんですけども、まあこうやってスライスしてね、こうやって、切っていけばすごい楽なので、で多少ね、太かったり細かったりする分にはね、味全然変わんないので、はい。で、今度ロースハム、この4枚切りのを、こんな感じで、千切りにして、好みでね、チャーシューとかでもいいんですけども、チャーシューとかあんまり皆さん買わないかなと思うので、きゅうりとハムはできました。で、卵これがね、僕的に今日一番面倒くさいかなと思うんですけども、錦糸卵をですね、はい、今回はちょっとフライパンでちゃんと作ろうかなと思います。なんかね、錦糸卵売ってたりもするので、市販のものでも全然結構なんですけども、今回はちょっと作ります。卵 L サイズ1個割って、ここにですね、お水大さじ1ですね。あとね、これ片栗粉、片栗粉ね、小さじ半分ぐらい入れます。片栗粉混ぜることによって卵がね、破れにくくなる。よーく溶いてくださいね。はい、こんな感じで、完全に溶けましたら、フライパン油を引いていきます。小さじ1半ぐらいかな。火にかけます。ここでね、錦糸卵のコツなんですけども、よーく温めとく。大きめのフライパン使ってください。まんべんなく油を引いていきます。はい、こんな感じでね、温まったら、こっからはね、そんな強くなくていいです。あの、一回温めたら、弱火にしてください。そうしましたら、もういいや、あの、救急車来てるんですけども、こんな感じで、で、流したら、全体に卵をね、伸ばす。はい、この状態で、ひっくり返さなくていいです。これだけ薄く焼いたら、この上の方も熱が通ってきます。で、このまま温めます。まあ、上の塊ぐらい気になる方はね、ちょっと蓋していただいて蒸してあげると、上もあのよく固まりますんで、弱火でやってくださいね。ほんとごく弱火でいいです。あんまりやっちゃうと焼き目ついちゃって、錦糸卵をね、あの錦糸卵この黄色いのがあのいいので、どうですかね、わかります？このあの卵が流れないようになったらもういいですから、ここ周りをこう剥がすんですね。ペラッとペラッといくんですよ。下手か、説明。最近ね、あの酔っ払ってないと解説が逆に下手になってきた。まあ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 、もういいです。もう こんな感じ、ね、ペラッと。こうなったらですね、まだちょっと熱いんですけども、こうくる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 巻いていくんですね。この状態にします。こうしたら細く切っていくんです。こうやってどうですか、こんな感じで、はい、綺麗な錦糸卵。こうするとね、冷やし中華によくあるこの緑、赤、黄色の3兄弟ができるんですね。はい、じゃあここにですね、沸かしたお湯ですね、中華麺、生麺が 130g、 1玉分ですね。で、これを沸かしたお湯に入れていきます。はい、パラパラって、まあ、これね、市販の麺で大丈夫ですんでね、まあ、そちらは普通に茹でていくんですけども、これはね、あの袋の表示の通りにやってください。多分ね、ラーメンにする場合と冷やし麺にする場合って時間違うのが書いてあると思うので、冷やし麺の状態で、まあ、大体プラス1分ぐらいで大丈夫だと思います。まあね、あんまいじなくていいんだけど、麺茹でるときはね、自然とこう沸騰した泡で麺が湧き上がるぐらいね、舞い上がるぐらい、ね、これが一番いいです。決して吹きこぼれないように調整しましょう。冷やしの場合は3分半茹でろって言われてるんで、3分半茹でます。で、それではですね、表示通りの茹で時間になりましたので、このザルに上げていきますね。で、ザルに上げたらまず流水で冷やします。で、今回至高の冷やし中華なので、流水で冷やすだけでももちろん美味しいんですが、もうちょっと美味しくするやり方、氷水で締めてください。はい、氷はい、で、氷水でね、しっかり冷やすとね、あの麺っていうのはね、あの非常に強いコシが生まれますので、今の時期の暑いね、時なんかね、こういう風に
冷たくした方がうまいのでね、冷やす基準としては麺を氷にさらしてる時に、自分の手が冷たくてもう我慢できねえなっていうぐらいまで冷やしたら大丈夫です。そしたらこれは麺なんですけども、このままだと水が付着しててタレが薄くなってしまうので、必ずこうやって絞ってください、はい、これ大事です。これやんないと味全然違います。そうすると、まあ、冷やし麺の時にいつも言ってるとこれぐらいね水が出ちゃうんですよ。持っちゃいます。今日はね、この冷やし中華っぽいたら、全部乗せていきます。でここでねトッピングをしていきます。具を持ったらですね、かけていきます。タレをかける順番も大事です。まず最初に醤油ダレ、これね麺の上からかけていきます。醤油ダレはそこに沈むので最初にかけてください。多分ねこれちょっと多いので半量ぐらいですね、さっき。でごまダレです。ごまは上に残ります。あの粘度が高いので、なので後かけです。周りにかけると、これも半量ぐらいですかね。最後、赤見えたのが中華っぽいのでこんな感じで紅生姜、どうですか。で、まぁ、ちょっとね、俺ラー油かけたい。で、こちらで、シフォンの冷やし完成です。それでは、できましたので、いただきます。はい、これやっぱりキンキンの冷やし中華やキンキンのビールだろう。いただきたいと思います。あ、まあまあ麺からいきましょうかね。新しいの開ける前にね、下に沈んでる醤油ダレと、ごまダレを一緒に召し上がってくださいね。じゃあいただきます。うわ、うまっこれ。あ、ほんとね、タレがね、最強にうまいです。酒に合うぞこれ。やっぱね、ごまだれはコクがあって、醤油だれスキッとしてますね。皆さん、これはすごいぞ。僕がまだレンジでチンとかしてなかった時代のガチでやってたと頃の冷やし中華なので、めっちゃめっちゃ美味しいです。このね、錦糸卵もすごいいい感じふわっふわになってます。やっぱ手作り違いますね。これもう具材も非常に美味しい。これね、もうね、冷やビーですよ。冷やし中華のビール、ビー冷や。今ね6月なんですけども、これからね7月8月になってって、もうガンガン暑くなってくるんですけども、こうね、ちょっと日が落ちたあたりにこれ作ってもらって、もうキンキンに冷えたビールとキンキンに冷やしたこの冷やし中華、うわー、やってもらいたいな。あの幸せ感じると思いますよ。四股シリーズなんで少し手間はかかってるんですけども、まずね、タレが最高。このスキッとした旨味の醤油ダレと濃厚なごまダレ、これが2種に分かれて味を構築する上で重要になってきてるんですね。で、この練りごま使ってるんで非常にごまの香りが香って非常に美味しい。ほんとやってください。ほんと皆さん、これ本当に美味しい。少し今回面倒かもしれないんですけども、ぜひカレー作っていただいて、錦糸卵もね市販の買っていいって言ったんですけども、もしよかったらこのやり方ちょっとやっていただけないかなっていうふうに思います。本当に美味しい手作りの錦糸卵、ぜひですね皆さん、至高の冷やし中華本当に損させません。ぜひやってみてください。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。ということでですね、今の僕のエネルギーが伝わった方、ぜひチャンネル登録、またはじゃねえ、および高評価よろしくお願いします。